幸福実現と立党7年を迎えることができまして、この間皆様方に本当にお世話になりました。お支えに心より感謝申し上げます。7年間を振り返りますと、多くの政党が名前を変えたり解党し消えていった中で、私ども幸福実現党はブレずに一貫して政策を訴え、政治活動を続けてまいります。続けることができました。これもひとえに皆様方のお支えと心より感謝を申し上げます。幸福実現党は2009年立党以来、国防の強化を訴えてまいりました。今当時はマスコミもそんなには反応をしていただけませんでした。そして当時2009年当時、他の政治団体政党もあえて国防は争点から避けておられたように記憶をいたしております。しかし皆さん、あれから7年して、今の日本、北朝鮮の核、そして中国の軍事拡張の脅威にさらされております。とりわけ北朝鮮、とりわけ北朝鮮は今年に入って水爆実験をしたとか、あるいは長距離短距離ミサイルは、撃ちたい放題と、そういった状況でございます。もし皆さん、今あの明治維新の志士たちがこの現状を見たらどう思うでしょうか。きっと黒船が来て、もはや刀では太刀打ちできない、そのような感想と似たような考えを持ったのではないでしょうか。私はもう一度、日本が侍精神を